おはぴよー、どうもひなぴよーです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。BGM が良すぎてここの画面でずっと聞いてたんですけど、前回はあれだよね、レコさんと一緒に自動販売機みたいなところを見つけたりとか、あとはとても難しいをねクリアして銀くんと一緒に1日目夜の交渉時間に来たっていうところで終わったはずだよね。でちょっと交渉するかどうかみんなの話を聞いて考えようかなと思うから、まずはちょっと銀くんからお話聞こうか。サラ姉ちゃん、メダル30枚あげるにゃん、一緒に遊ぼうわ。少し内容聞こうか。なんか一緒に遊ぼ、メダルあげるから一緒に遊んでとかじゃなくても一緒に遊ぶよ、何もくれなくてもいいよ。僕思いついたにゃん、メダルの交換はしたくないけど有意義に使う方法。一緒に遊んでくれた人にメダル30枚あげるんだわ。交換ではないのか。なんかあげたがりだな銀くんは。だってなんか前はさ、メダル100枚もらってくんねみたいなこと言ってたよね銀くんね。結構危なくない？それこそさ、その2章前半始まった時にさ、銀くんのすごい辛そうな表情、涙を流している一枚絵があったじゃない？あれすごい怖いんだけど。マジでやめてほしい。銀くんは私の推しだからな。キュー太郎さん？さら、メダル交換しないか？ 20 枚でどうぜよ。ちょっと待って、少し内容聞こう。ノエルたちの言いなりになるのは尺だが、メダルを集めようと思っててな。どうぜよ、20枚ぐらいなら大した枚数でもないぜよ。なるほどね。じゃあちょっとレコさん。サラ、取引とかじゃないんだけど話さないか？聞こう。ただの雑談さ、息抜きも必要だろ。息抜きか。そうね。いや、銀くんと遊んであげたいんだけどさ、ちょっとただでメダル30枚もらうのちょっと心が痛すぎるんだよな。レコさんとお話ししようかな。取引じゃないんでしょ？なんか取引とかじゃなくていいような気がしてるんだけど。でもどうかな。メダル集めないと情報見れないんだもんね。ちょっと後で情報を見ていくとして、ちょっとレコさんと話していいかな。よし、コーヒーでも入れてやるよ。ありがとうございます。それで調子はどうだ、サラ？もうさ、そろそろみんなにぶっちゃけてっていいと思うよ。だってさっきもっていうか前回もさ、ジョー君の幻影見て、幻影濃度上がっちゃったじゃない？だから疲れてないはずがないのよね。疲れました。さすがに、疲れました。だよな。疲れて当然だ。心も体も、休まらねえよ。なあ、サラ、歌は好きか？歌ですか？好きです。好きです。聞くのも。歌うのも。そうか。私は子供の頃からずっと歌が好きでさ。結構注目されてたんだ、天才小学生って。すごかったんですね。でも、いいことばかりじゃなくてさ。変な奴らが寄ってきたり、作りたくねえ歌だの曲だの作らされてさ。ぐれた時期も長かったんだ。今のバンドに落ち着くまで、いろんなバンドを潰しちまって、アリスにも、迷惑かけちまった。レコさん初めてアリスって呼んだね。アリスさん、ですか。レコさんは、カチッとな。レコさんは、アリスさんの事件を詳しく知ってるんですか？いや、ほとんど知らない。むしろ知りたくなくて、勝手に入ってくる情報さえ全て聞かないようにしてた。正直、ショックだった。レコさん。あの時から私も変わった。自分自身を見つめ直してみたんだ。
そして改めて分かったんだ。やっぱり音楽が好きだってね。いろいろあったんですね。ああ、だから今のバンドは大切なんだ。宝物なんですね。ああ、愛用のボンゴと同じぐらいな。ボンゴ、そういえば自己紹介の時にもそう言ってましたね。あ、ああ、思い入れのあるものなんですか。どこにでもある普通のボンゴさ。だけど、たった一つしかない大事なボンゴだ。アリスさん、レコさんだってさ、まあ、絶縁されてるって言ってるけど、レコさんだって、アリスさんのことが嫌いだったわけじゃないじゃん。だからそんな、やっぱ、もうちょっとなんか話し合う機会とかさ、作れたらいいんだろうけどね。うん、二人ともなかなか素直じゃない人たちだからね。難しいね。まあまあ、私の話はいいんだ。サラのこと聞かせてくれよ。はい。そのまま私は、レコさんと雑談を楽しんだ。少しだけ深く、レコさんのことが分かった気がする。でも、それがいいことなのか、分からない。こうやって、誰かのことを知れば知るほど、その人のことを好きになっていったりとかさ、こう、親密になっていったりするわけじゃない？でもこれってデスゲームなのよね。っていうとこでしょ。いやー、もうジョー君のことがあってからしばらく期間がね空いてるから、今はまだちょっとね落ち着いてるけど、もうあの思いをまたするかもしれないって思うとちょっと辛いんだよ。ちょっとどころじゃない、怖い。私たちはメインゲームで再び殺し合う。何も知らなければ非常になれたかもしれないのに、たまにそんなことを考えてしまう。楽しかったぜサラ、またな。これで話し合いは終わりだな。すっかり夜も更けたな。集中力もさすがに続かない。今日は寝るか。まあ、クリアチップはちゃんと集めてるからメダルだね、あとはね。おやすみ。悪夢見ませんように。ん？なんだか、外が騒がしいな。こんな深夜に、一体どうしたんだろう。ん？お、どうした、銀くん。サラ姉ちゃん、大変だにゃ。どうした、銀？おさんが、殺されたわ。はい？おっさん？殺された？おっさんってどれ？おっさんって言ってたのは、ん？九太郎さんは筋肉ゴリラ。刑事さんのことなんて言ってたんだろう？おまわりさん？刑事さんのことおっさんって言ってたっけ？他におっさんって呼んでたのって三島先生とか。でも三島先生もいないしな。誰だ？刑事さんのこと言ってる？ちょっと待ってくれよ。やめてよ。え？モニタールームに来てくれにゃ。はっ。まさか、三島先生のモニター、え？三島先生のモニターが壊されたとかかな。わ、察しちゃったよ。絶対壊されてるわ。おっさんって誰だ。いやー、もう察しがいいのも嫌だわ、本当に。これ絶対三島先生のモニター壊されてると思う。ちょっと行きたくねー。すー、あ、ほら、もう、ひどいよ、なんでよ。これは、
割られている。今度は三島先生のモニターが。何これ。おさん、おさんが。誰がこんなひどいこと。ダメだ、どうやら手前にあるコンピューターはただの起動装置だね。モニター自体に人工機能が搭載されていたんだ。三島さんはもう起動できない。許せない。そう、これやったの君じゃないよね。え、違います、僕はこんなことしない。あの、カンナがずっと一緒でした。ソウさんじゃないです。なんで目死んだの。本当かい、カンナちゃん。それは本当なのかい。ずっと一緒、こんな夜更けに。見張りはカンナの役割ですから、寝る時も同じ部屋に。ダメだよカンナちゃん、ソウ君はどんなことをするかわからないよ。こんなやばい空気の時にこんな発想を、けがらわしくて すみませんけど、ソウさんも一人の男、フリーターですから、中学生のカンナちゃんが寝る時も一緒の部屋にいるのは危ないと思います。何？出て行ってくれないから困ってたよ。ただおかげでアリバイは証明してくれたけどね。ソウさんじゃないのか。参ったね。これほど犯行の動機がわからない事件はおまわりさんも初めてだよ。最初に発見した人は、ああこれサラちゃんですね。最初に発見した人は誰ですか。おまわりさんだよ。刑事さんですか。どういう状況だったんですか。いやー、寝つけないから三島さんと話でもしようと思ってね。来たらまさにこんな状況だったんだ。本当ですか。うん、残念だよ本当。刑事さんのこと疑ってるの、サラちゃん。刑事さんがする動機もないくない？だってもしやってたとしてもね。なんだろう、刑事さんから感じるこの白々しさは。あの、誰？ナオちゃんか。ナオちゃん見ない方がいいよ。来ちゃった。やっぱり。何かあったんですか。いやー、来ちゃダメわ。ナオさん、何者かにやられました。犯人に心当たりはありませんか。無言。いやこれ何も言えんて。ナオちゃんからの発言待つしかなくない。なんか急にズケズケと踏み込む感じにならん。無言で行きましょうか。なんて声をかけたらいいかわからない。三島先生は、もう。あの、犯人探しは、しないでください。どういうことですか？少し、一人にさせてください。ナオさん。あたりに手がかりはないね。いや、あっちのモニターが割られた時みたいに木くずが落ちてるわけじゃないわ。うん、何もないよ。今度は証拠も消されているのか。わけのわからない事件だ。今すぐ事件を解明したいところだけど、休息は必要だ。詳しい調査は明日にしよう。
ここにいないレコとキュー太郎に話を聞くのも明日だな。絶対に犯人を見つけてくれにゃ、おまわりさん。やっぱ銀くんおまわりさん呼びだよね、刑事さんのこと。ああ。見つけ出す。ナオさんのためにも。でも犯人探ししないでって言ってたよ。二日目、朝。よし、頑張ろう。まあ今日もクリアチップ集めといろんな人とお話しするみたいな感じだよね、きっとね。じゃあ一旦セーブしますか。まあみんなから話を聞かなくてはいけませんね。あーまあみんないるわ。ああ、何も知らねえよ。うん。刑事さんが昨日の件で聞き込みをしてるみたいだ。うん。どうしよう。まあ聞き込みの方から聞く？もう話せることはないぜ。オーケーだ。信じよう。ん？サラちゃん、おまわりさんに用かい？ないです。何かわかりましたか？ナンパですか？ナンパですか？うん。振られちゃったけどね。嘘をつくんじゃねえ！ただの聞き取り調査だろ。怖いね。いい刑事になれるよ、レコ。話が終わったんならさっさと行けよ、刑事。おまわりさんはまだ調査してみるよ。じゃあね。あ、いなくなっちゃった。うん。行ったか。サラ、用がある。ちょっとついてきてくれないか？え？え、待って、ちょっと銀くんに話聞いてないから！ここで気になるものを見つけたんだ。あ、なんか知らないのあるな、これ。何これ。なんかボタンみたいなのあるね。気になるもの？暗くて見づらいと思うけど、そこの壁を見てくれ。これね。壁に謎のスイッチがついている。気づいたか？そこのスイッチに。何のスイッチなんですか？わからない。ただ、気になる注意書きがあるんだ。スイッチの上には、ボーナスアトラクションと注意書きがしてあった。ボーナスアトラクション？まあ、セーブしてるし押してみるか。ここを押すんですね。え、押しちゃったのか、サラ！レコさんとボーナスアトラクションだ！大きな音とともに何かが動き出した。あ、出たね。扉が出現したぞ、サラ。これは、扉には張り紙がしてある。嘘の間、報酬、おー、報酬チップ6。騙されるな、嘘に絡め取られると死ぬ。注意、ボーナスは誰か一人がクリアした時点で閉店だ。と書かれている。嘘の間？10カ所目のアトラクション！どういうことだ？アトラクションは9カ所のはずだろう。はい。そう聞きましたが。クリアチップ6枚だって。怪しすぎますね。なあ、サラ。9カ所のアトラクション、全部チェックしたか？え？アトラクションでもらえるクリアチップの数さ。9箇所のうち、星2つが7箇所、星3つが1箇所、星4つが1箇所だ。うん。はい。11で分け合ったとして、7、1人7でしょ？まあ、あれ10にどうやっても、およ？どうやって10にするんだ、これ。アトラクションはすべて、ペアじゃないと受けられない。そうか、ペア。気づいたか？私たちは全員で9人。ああ、そうじゃんね。そうか、誰か一人アトラクション、クリア一緒にできない人がいるのか。奇数なんだ。一度クリアした人間は、同じアトラクションに入れない。つまり、どのアトラクションも、必ず一人だけ参加できないんだ。もし、ペアが組めるものだけでアトラクションすべて回ったとして、得られる星の数は、84だ。9人のクリアには、
90枚必要です。6枚足りない。最低1人は星が足りずに死ぬ。6枚？それじゃあこのボーナスアトラクションをクリアすればぴったり数が合う。ここを避ける道理はねえのさ、サラ。このアトラクションを見つけなければ誰かが死んでいた。あとは誰がやるかだ。誰が？もちろん私はやる。でも、レコさん。あとはペアを誰にするか。まずそうは信用ならねえし、銀カンナナオには危険を犯させたくねえ。キュー太郎は説得するのに対価が必要だろう。あいつ現実主義者だからな。一番現実主義者だと思うね、あの人は。刑事さんは？さらには悪いが、あいつは信用できねえ。何か隠してやがる。私がペアになります。残りはアリスさんですね。これさ、多分私とペアになると思うんだけど、でもアリスさんの話題出てないの気になるから、アリスさんって言ってみる？残りはアリスさんですね。となると残りはアリスさんですね。気まずいことこの上ないが、仕方ねえだろうな。あの、ちなみに私ではダメなんですか？それはダメだ、サラ。お前は働きすぎだ。みんな何度もサラに助けられた。私の方が年上なのに情けないよ。私はサラと対等でいたいんだよ。助けられっぱなしじゃ私の気が済まないんだ。対等ですか？あー、なら遠慮しないでください。一番信頼できる人と行くべきです。そうだなー。だったら遠慮するなって言ったら、多分強制的にペア組めるんだと思うな。一番信頼できる人って言って、まあ多分ね、まだ和解してないからなんだろうけど、絶対やっぱサラちゃんとアリスさんの二択なんだよな。アリスさんは兄弟でやっぱそこそこ一緒にバンド組んでたりしたわけだから、結構ね、信頼関係はあったと思うんだよ。だからこそショックだったわけでしょ。なんか、選択肢、レコさんに選択肢を与える選択肢は、一番信頼できる人と行くべきです、だと思うんだけど。違うかな？ちょっとこっちにしてみようか。命がかかってるんです。一番信頼できる人と行くべきですよ、レコさん。サラ。私だったらそうします。遠慮なんてしません。わかった。なら遠慮なしだ。サラ、相棒を頼めるか？あ、そうなるんだ。もちろんです。恩に着るぜ。本当はサラ以外考えられなかったからな。うわー、レコさん。なんかここまで来るとレコさんちょっと大丈夫か心配になってきちゃうな。頼むよ。生きててくれよ。なんかだんだん、やっぱレコさんのこと知ってくるたびに、レコさんのこと知るたびに、レコさんに生きててほしいと思っちゃうからな。無事にクリアしてやろうぜ、相棒。レコさんの差し出した手に、ぐっと握手を交わした。レコさんのグローブの隙間から、一筋の液体が私の手に伝ってきた。血だ。え？どうした？そこでようやく気づく。え？レコさんの全身の目立たないところに、擦り傷や打撲痕がある。無理をしてきたんだ。きっと、銀やナオさん、力のない人の分も稼ごうと、アトラクションに挑んで、グローブの中の細い手にも、きっと傷が。このさ、この BGM と、この、レコさんの、人情に熱いところが、
レコさんのことこれ以上好きになるの怖いよ、私。レコさん。どうした、サラ。いえ、行きましょう。行くしかないね。嘘の間っていうことは、扉をくぐったらもう何も信用しないことにしようか。よし、覚悟を決めて入ろう。行こう。ここが嘘の間？ずいぶんプレーな。そこにいるのか、サラ。はい、慎重に見てみましょう。うん。なんだ。部屋の中央には机が設置してある。近づいて大丈夫だろうか。ちょっと他チェックできるとこはないかな。ないな。近づこう。はい。私は近づいて机の上を覗き込んだ。ん？これはクリアチップだ。右にあるのはロープ。ロープのようなものが置いてある皿の上に書き置きが残してある。これは幸せの雲の糸。最後のアトラクションで君たちの命を救うだろう。幸せの雲の糸。びっくりするほど怪しいな。手に触れて良いものだろうか。机のものを手に取る。レコさん、机のものを取りますね。待て、取るなら一緒に取ろう。はい。では、レコさんはクリアチップを取ってください。わかった。よし。私は幸せの雲の糸を手に取った。え？突然電気が消えた。なあ！どうした？レコさん？サラ！逃げろ！レコさん！レコさん！何が起きてるんだ？とっさに触れたレコさんの手を掴んだ。出口まで逃げましょう、レコさん。大丈夫ですか、レコさん。レコさん！え？レコさんのグローブだ。レコさん？まだ嘘の間に。ドアは固く閉ざされている。そんな。大きな声で呼ぼう。そしたらこの声も聞こえてみんな来るでしょう。レコさん！怖っ。え？大丈夫ですか、レコさん。おう、怖くねえよ。どうかしたか、サラ。いえ、無事ならいいんですが。待って。これは、立ち絵関係、ある？立ち絵が関係あるんだったら、このレコさんは偽物だと思うんだけど、どっちもグローブしてるもんだって。両手グローブしてるから、今サラちゃんがグローブ持ってるのおかしい話だから。これ、偽物じゃね？だって、嘘って何の嘘ってなるやん。ちょっと待ってよ。ん？絶対レコさん中にいると思うんだけど。安心しろよ。クリアチップは落としてね。ほんとだ。6枚ある。急に真っ暗になったから肝が冷えたぜ。ビビってたって言うなよ、誰にも。暗いの苦手なのかな。しかし、何だったんだろうな。嘘っていうのは。クリアチップが偽物？嘘があるという嘘？わからない。私このレコさん偽物だと思うんだよな。わからない。わかりませんね。マジで単なるボーナスだったのかな。逆に不気味だぜ。どうするか、この不気味なクリアチップ。集めるのが難しそうなやつに渡してこようと思ってたんだけど。サラ、
一ついるか。え？警戒するのはわかるけどよ。さらには受け取る権利があるだろう。この怪しいクリアチップ、もらうべきだろうか。もらっといていいんじゃない？必要だったらさ、誰かにあげればよくない？二人で体を張って得たクリアチップです。いただきます。クリアチップを一枚手に入れた。確かに渡したぜ。ん？レコさんのって、あれ？ほらね！やっぱこれ、立ち絵も関係あるんだわ。あれ？このグローブは、レコさんのものじゃないんですか？ん？なんだそれ。レコさんの両手には、しっかりとグローブがはめてある。俺の、だな。俺って言ってる！ん？やっぱ偽物だよな。ちゃんと俺って言ったとしても、レコさんは私って言い直してたから、今の一人称を頑張って私に直してるはずないよ、レコさんはね。俺って言ってるから、完コピミスった偽物じゃない？この人。なんでサラが持ってるんだ？さっきレコさんの手を引っ張った時に、手なんか引っ張られてないぜ。え、じゃあ、このグローブは、予備のグローブかな。予備なんてあるんですか？ああ、ノエルが着替えのために用意したい服一式が個室にあっただろ？持ってきた覚え、ねえんだけどな。私はレコさんにグローブを返した。ま、とにかくありがとう。そろそろ戻ろうぜ、サラ。え、絶対偽物だって！嘘の間、一体何だったんだろう。この幸せの蜘蛛の糸も、一体。悩んでても仕方がないか。そろそろアトラクションを進めるべきなのかも。刑事さんは、犯人見つけたかな？ちょっと、固く閉ざされちゃってる。レコさん？大丈夫かな？絶対中にいるよ。ちょっとまあセーブはしますけど。あれ絶対偽物の自信あるわ、私。はい、じゃあ、ということで今日はこれくらいで終わりにしときましょうかね。ご視聴ありがとうございました。ボーナスアトラクションという得体の知れない嘘の間がありましたが、嘘っていうのは多分、この、レコさん本体自体が偽物になってる、嘘になってるっていうことだと思うんだわな。だから今からがもうアトラクションみたいな感じなんじゃないの？アトラクションを受けながら別のアトラクションをやるみたいな感じになるんじゃないだろうか。ってことで、また次回に続きます。お疲れ様でした。にしても、完コピなんでできないんだろうね、偽物。